ホークス一塁スタート切る、こう打ってきました。セカンドはどれかタッチする、アウト、一塁はアウト、ダブルプレーです。牧原大成3番に今日また入りましたが、ピッチャーゴロ、あっという間に1回の裏ホークスの攻撃終了です。22イニング無得点となっています。ホークスはこう簡単に外すとかいうことは考えてもちろんいません。差し込まれていました、センターへのフライです。藤原が取ってワンアウトです。これで15打席いいと思います、ね。はい、古い球ちょっと内側詰まりました、ショートゴロ、スリーアウト。センターからやや右バッターであれば右中間より、はい、左バッターであればセンターより左中間よりというところ、打球方向を決めてかかった方がいいんじゃないでしょうか。このストレートも最後差し込まれてセンターフライ、三者なく初球いってレフトが前に出てくる、取りました高部。加藤さんの中ではバントかなというような話もありましたが、やっぱり手を先にね取ってきたいですよね、まあ、初回バスターエンドランでダブルプレーというところがありましたので、変化球3塁線サルは取る、池田ヌルイアウト、一塁アウトです。ダブル取りました、詰まっています。ファーストゴロは山口が取っています。引っ張り込んでいきました、3アウトです。7回まで3安打無失点というロメロ、87球というここまでの球数です。